セット着てます。セット着てますね。いや乗れたらいいっすね。ねえ、なんかだけど昨日の YouTube で僕はさ、ガルスタートとガルフィニッシュ YouTube であったら結構3割ぐらいの人ガルフィニッシュ使ってますよね。言ってないだけで。フィニッシュでね、こう行ってバーンとこうやりながら軽くポンと立って集中、最後バーンとフィニッシュからこう、みんなこうやってスピードつけとる人が多いです。やっぱり一気に海の中が手を挙げてるからね。聞いてません？そんなわけねえとか、そういうちょっとツッコミとかする気ない？嘘なのかなと思って見とったもん。おらんなと思って、その人がやってるかなと思って見てました今。でも10人のうち3人はやってるでしょ。やってるな。明日になったら多分6割ぐらいの人はやってる。下手するとしあさってぐらい全員が上げとったら、なんかさ、お祭りでもしたんかなって思いますよね。いや、ほんと自分もやりたいけどね、ちょっと息子として恥ずかしいから。でもちょっと微妙にやってるよ。マジ？今日のあの、だいたいいいライディングでフィニッシュいい時って上がってるから、あ、や、なんや、やっとるじゃんと思って微笑みながら撮っとるもん。今日西井さんもやっとったの。それは知らんよ。そこは、そこは、そこは僕は入り込めんな。やっとったとか言わんとだ。言わねえとか言えんかも。あ、そこは早かったじゃん。西井さんもやってました？西井さんもやっとったよ、今日ガルフィニッシュ。だからスピードちょっと上がっとったもんね。だからか。今日はロストのさ、インスタに僕が動画撮ったけど、ぜひね、リール見てほしい。スピード上げるときちょっとガルやってたもん。マジ？はい。もしかすると、紫スポーツのマネージャーもやっとるかもしれんね。あれは確実っすね。やっとる。あ、そこは言うんだ、そこは。意外とね、波あかんかなと思ったら、波割れてますね。そう。で、あと何これ、オン試合に変わりつつあるから乱れるけど、波はひょっとすると上がるかもしれんすよ。ということで、着替えてみます。はい、行きましょう。はい、というわけでね、着替えたんでやっていきたいんですけど、今日のターゲットはあの左側のね、ルービーを狙っていきたいなと思います。この間は、いや、今スレスレのとこからルービー割れてたんですけど、今日はちょっとね、右であんまりクリティカルじゃないね。そうです。攻め場所あれだったら余裕でいけるから、この間ちょっと雰囲気を教えたと思うから、岩の横からのね、ちょっとやってみるといいと思うよ。あの、やばいなと思ったらちょっとガル使えば岩の横スレスレでも飛べるから。ちょっと僕のサーフィンアドバイス一つくださいよ。あの、適当にガルとか言っとるときに急にアドバイスとか言われると俺もさ困っちゃうんだけど、やっぱりさ、あの、今日の波はちょろちょろじゃないじゃん。まあしっかりとね、あの、形があるから、やっぱり走らずにボトムトップで走って飛ぶんじゃなくて、ボトムトップからのエア、真面目な発言ですけど、あの、2ターンでいいから、それの1つ目2つ目をエアできたら、エアしなくてもいいんだけど、しっかりとした大きいターンを意識した方が、走っちゃうとやっぱりもったいないからね。右だったらたるいから走っちゃってセクション狙って1回でいいから大きいターンでいいと思うんだけど、左は立ってきたら2発大きいの入ったら多分6点台出ると思うんですよね。まあ、ガチアドバイスでした。ガチで、まあ、そこで最後スピードが出んかったら、もたもたっとしたらガル使えば多分サーンと抜けるから、そこはガル使用料もらうけど使って、今度の JP 全員フィニッシュガル使ってきたら俺も結構儲かるよな。生きていきますよ。っていうより、こんなこと言っとったら JP 入場禁止になるかもしれない。危ない。ねえ、危ないね。ちょっと今喋る間に見とったけど、この正面も優しそうやから。いや、正面もいいんだよな。正面だったら走、あの、たるいとこ走ってスピードつけて大きいアクションあるとこで大きいワンヒットでいいんじゃない。そんな感じで波によってね変えてったらどうでしょう。ちょっとたるいじゃんって感じで、あっち行ったりあっち行ったり行ったり来たりして、はい、ポジションを変えていきます。行きましょう。あっちの左がね、今日は大原弘人先輩もあっこでやっとったから、やってましたね。ということで行ってきます。はい、行きました。カーブ入れて、おっと、エア狙ってるか。あ、うまいんだよねこれね。ジェフパークさんのね、あのバーチで練習してるので、エアがめっちゃうまい。プールなんかもすごくうまいですよね。伊波くんです。はい、行きます。ライト方面ターンしてスピードつける。トップだけ崩れてくるからね、大きいターンというよりやっぱりどっかでかいセクション狙う。ここだ、前に出る。
これで前に出ろよ、出た。今みたいなね、大きいセクションを狙うのにつなげていく感じのサーフィンになりますね。こちらはこういう波質はね、ワンターン、あーうまい、あー行きました、うまいのターン、はい行きます。でレフト張ってこいよ、さっき張ってたけど潮が多いのかな、あここでアクション、はい行きます、張ってこい、ライト方面スピードつけて、おっと岩方面、わあ岩に向かってフィニッシュ、はい行けます、あとこっから立ってワンターン、こいでこれで行けるのか、あっと行けるんだ、あの軽いとこからワンターン大きく入れて、うわーちょっと早いな、この間のねスタブハイのプールでエア大会で見事にねストレートエア決めてね5位だったのかな、日本人でトップ素晴らしかったですね。あーいけるか、こっからあー崩れる、ワンターンできない、西井さん行きました、スムースオペレーターブラックシープ、スムースオトンですねこれ、裏ベージュのやつです。このスムースオトンはね宮崎でも僕売りましたね、今宮崎にね在庫があるので気になる方はチェック、なかなか買えないボードなのですごくねチャンスだと思いますね。ゴーゴーゴー、おっと今ガルしましたねチラッと、実はでこれでカーブ入れてで前に出る、あ今ちょっと一瞬で、ね、手首だけガルしましたよね、実はやってるんだよな、はい、というわけでね、5連勝終わってきましたけど、もうとにかく波がむずくてむずくて、もうどこに行けば波が割れるのかみたいなね、本当に試合やったらもう10試合ぐらい終わってましたね。まあなんか見た目良かったんだけど、入って潮が多くなったのかさ、ちょっと張りがなくなってきたもんね。入る前はね、結構期待してて、そうなんだよね、まあ、結構久々に楽しみやなとか思ったりもしたんやけど、ちょっと終わってもうたっすね。まあそこがね自然ですからね、潮も動くし風も吹くっていうことで、やっぱりコンディションが出てたね、女性の水葉ちゃん、はい、もういたし、弟の兄弟で言いましたね、ねいたね、結構西井さんも来たり豪華セッションでしたね。そう攻めてましたね、はい、今あのスカイブラウンさんの弟さんも入ってたね、はい、なんか豪華メンバーですね、はい、ここはでもこれでも一番コンディションがいいんだよ、みんなここに集まってきてる、いやかなり難くてどうしようかなみたいな、どこ行けばいいかなみたいな、左行ったり右行ったり真ん中行ったりインサイド行ったりしてみたけど、まあ今日はちょっとねいい波を見つけれず終了してしまったかなって感じですね、はい、でも相変わらずちょっともたついたとこ手首ガル使ってましたね、キュッキュッとこう手首キュッキュッとこうやってね、結構やってるなと思いながらね、解説地味に地味に結構気に入ってんじゃないですか、そういうことにしとくか、はい、なんかもうやっぱり大ブームになりそうで、もし今スカイブラウンのお父さんも来たけど、ひょっとしたらガルやるかもしれない、リトルリトルかもしれない、怖いっすね、怖いっすね、これ勝手なこと言ってるともう怒られるね、やばい、はい、練習終わりね、皆さんに告知があるんですけど、これはね、まあ、いつも見てくれてこう視聴者の大人の世代の方に向けてではなくて、今回はね、なんとですね、キッズ限定の、5歳から12歳の方限定なんですけど、8月3日4日に波乗り甲子園っていう、釣りガス会が行われる波乗り甲子園っていうぐらいやからね、高校生までの試合があると思うんやけど、そこでね、なんとメラスポーツが主催してる試合なんやけど、今回はなんとね、超豪華ゲスト、僕も含め、ライダーのね、4名のライダーの方が、その5歳から12歳のサーフィン未体験やったり、サーフィン最近ハマっとるぜっていう方の、インストラクターとしてやらせていただくっていう企画があるんですけど、金額としては5500円で、レンタルウェット、レンタルボード無料。おぉ、すげえね。で、あとは参加賞みたいなやつも、
いろいろついてくるし、で今回申し込みが必要なんで概要欄から飛んでもらえるとそこから申し込めるんですよね。だから今回見てくれているお父さんやったりお母さん、5歳か12歳のお子さんがいる方ね、このタイミングでやらせてあげたいなって思う方がおればぜひね概要欄から行って申し込みお願いします。まあ天気とかねそういうコンディションによっては中止になる可能性もあるみたいなんやけど、まあでも晴れることを願ってね。でその8月3日に一度目あのそこでねクソでかいお祭りがあるんですよ。ああ花火大会ね。そうだから僕があの親やったらそのスクールを受けさせてこの辺でホテルかエアビカ取って泊まってそのここで祭り遊んで次の日帰るとかね、最高なプランじゃないでしょうかって感じですね。はい、じゃあそんな感じでねぜひね来てほしいですね。はい、5歳が12歳の方皆さんお待ちしてます。はい、はい、お疲れ様です。はい、本日はねまたまた JF 来て、僕は今日はサイボールで、おとんはまたアサイです。はい、またまたねもう依存したんちゃうかってぐらい、最初アサイは太るからとかアサイは美味しくないとか言っとったよ。いや、そう、でもこれ昼ご飯、JF に出会ってこれ好きだったんだ。ギャルみたいにこれが昼ご飯、ギャルの昼飯っす。これが昼ご飯ってさ、よそ行って言うとモテる感じ。あ、初デート行って、そうで、昼飯どういうの食べるんですか。昨日何食べたとか言う。あ、昨日2日連続で昼ご飯浅い。渋いって。おしゃれ。それが狙いでさ。ああ、いいっすね。でね、今回のちょっと話していきたい内容はですね、本当うまいからね。パリ五輪の中国代表のスー・チー・ヤンさんについて、ヤフーニュースじゃなくてニュースになってたんで、ちょっとすごいなと思って、僕も気になってたんで見ていきたいんですけど、まずね、このスー・チー・ヤンって女性の方なんですけど、体重、身長、生年月日が不明なんですよ。そんなんありいいん、いや、いいんか悪いんか分からんけど不明会やって、それがまずびっくりしたんですけど、だけど年齢が15歳の最年少、パリ五輪の中で最年少で、アジアからはこのスー・チン・ヤンさんとあれやんな、松田志乃プロがオリンピック出るんですけど、で、このスー・チン・ヤンさんがどんな選手かっていう情報がマジで少ないんやって。いや、生年月日なしとかあるの分からん。下手な男か女か分からんじゃん。はい、で、中国がね、最初というか、なんて言うの、卓球とかさ、違う競技はとんでもなかったじゃないですか。だけど、どんどん2年前ぐらいからサーフィンに力入れ始めて、で、中国の代表の選手が、自分らがバリ行った時に、バリでトレーニングしとって、やりまくっとって、あれでも国がお金出すんですよね。で、その、書いてあったんやけど、中国は他の国と比べられないぐらいお金を選手にかけるんです。で、ウェイプールを作ったらしくて、で、そこで練習をしたり、映像をチェックしたり、あとは多分あれですよね、もちろん遠征とかは全部お金が出るよね。だってバリのさ、コップリの友達たちはみんなコーチして、めちゃめちゃ金出るっていう、はい、永遠におるやろ、団体で。永遠ですよ。だからもう半端ないお金、あれは、あの時言っとったもん、もうこれ3年から5年ですごいレベルになっちゃうって。で、この方ね、実は2019年に ISA 出たらしくて、5年前、その時サーフィン歴2年で中国代表で10歳で出たんですよ。だからもうそのお金のかけ方とかの問題、その前に才能がすごいんだ。で、今年の ISA で13位になってアジア枠ゲットしたんで、で、タイラー・ライトを倒して1位でラウンドアップとか。そう、半端ねえじゃん。で、なんかすげえなと思って。1位でいっちゃうじゃん。いや、本当に結構近い将来は行くんちゃうかって思っとるし、今はね、なんていうの、ちょっと何年前やろな、4年前ぐらいさ、僕がジュニアオフとか優勝した時とかおったコーチのウェイドって、あの人が今中国のコーチ。ああ、すごいお金もらうらしい。すごいっすよ。で、そんな感じで中国が今本当にサーフィンで、サーフィン、なんていうの、来てる感じ、もう永遠にこういう風に感じ。じゃ CT 選手できるかもしれない。特に女子が強いし。でもなんかこれは本当か嘘か知らんけど、男の人が女子になったりもするんでしょ。それすると男だからさ、やべえじゃん。中国とか、あのそういうことを日本ではしてないけど、
性別変えて出ちゃったりしたらさ、それも出てくるんじゃないですか。もう、もうおるらしいよ、選手で、うん、男なんだけど女の方で出てる。いや、それ文句言えんじゃん、まあそういう。でもそれはもう覚悟あって性別変えたのよ。そう、もちろん。ただ女子で勝ちやすいからさ、ちょっと 一瞬だけ女子とかならないの。もう覚悟を決めてやっとるし、あとホルモンだ、パワーは落ちるんでしょ、そういうホルモンの計算する。そうです。細かいこと知らんけどね、でも本当らしいよ。いや、結構ね、そういうことがあったり、なんてやろな、そのやることに対するお金のかけ方がすごいわ。だってこの間、レイプールのスタッフハイやったやん。あれに、何の試合か分からんけど中国の選手がおったらしくて、女子やろ、女子で、うん、すごかった。で、そのスタッフハイの試合に出るまでに練習をいっぱいしてきたやん。で、静波で、静波にそのスタバハイ出るために1000万円使ったんですよ。何や、やばくない。でもそれももちろん中国が払うんでしょ。自分で払えるわけない。分からん。まあ大金持ちかもしれんけど、あと中国の人大金持ちだもんな。中国の人すごいよ。表参道行ってもすげえじゃん、はい、なんかエレベーターのこと中国の人がさ、とんでもない格好してる、時計とかさ。金持ちだからやっぱりそこは。だけどそのうち本当にサーフィンあれじゃない、 CT 選手出てくるのか。出ますね。でもゴルフなんか韓国勢強いけど、サーフィン韓国まだでしょ。そっか、韓国は、ま、ゴルフは遅れて韓国よりめっちゃ世界で戦ってるよ、多分なる。でもそこまでサーフィンブームじゃないのかな。でもまあまあプールあってな、プール、うん、やっとるから。3日間おったけどさ、マジでお父さん付きっきりの厳しい系サーファーはおらんかったよ。ああ、プールにはな。普通おるやん。でも平日だから。関係ある？本当に本気で雇ったらさ、行くやん。海ないし。キッズ自体がいなかった。そう、キッズ自体がな。でもおりそうだけど、そこまでじゃないらしいよ、まだ。でも最初韓国が来て、その上中国行って。あ、でも多分やりきるからさ、そのうちやられるかもしれんから、日本ももっとプールできてガンガンやらんと。プールがあるとエアがうまくなるじゃん。プールあった方がいいよ。まあだけどどうだろう、本当に中国は強くなるの。すごい、泣きながらやるんですよね。そう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 。だってもう卓球とかはさ、足でかくせんかったやん。それはスポーツ、あれだ、体操。足でかくならんように硬い靴履いて、大きくなると負けるから背が大きくならんように、うん、すごい。卓球も半端ないけど、いやもう修行が違いすぎるから。その代わりその一流になったら一生出るだけのお金がもらえるからさ、頑張れるじゃん。いや多分サーフィンだって金メダル取ったら一生出るんだよ。でも日本で金メダル取ったら一生出るからさ、そこが違う。しかしこれうまいよな。ランチうまい。ランチは浅い、他ご飯食べないから。いちいち浅いがおやつだと思われるのもあるから、ね、ちょっとおしゃれ。夜飯とか何食べるんですか。夜飯はちょっとパフェ。パフェ出すなんかキモいな。いや、かっこいいと思って言う瞬間、言った瞬間キモかった。でもモデルの人って夜パフェ取っといておるじゃん。いや、パフェって言って女の子がマジかよって顔したらどうするんですか。マジボケてパフェって夜ご飯聞いて。夜ご飯何食うんですか。昨日は ちっちゃめのパフェ食おうかなと思ったけどああ、そっち行くんや。そう、やっぱ夜のパフェはダメだわ思ったけど、昼の朝は思ったけど、軽く何がいいかな。まあ、ヘルシーなビーガンサラダ。ビーガンじゃ持てるかな鶏肉話飛びすぎやろ。ビーガンサラダ、まあ、これからビーガン親子として売っていこうって感じで。本日はありがとうございました。